23時26分発岐阜名古屋方面快速豊橋行きとなります。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。新しい旅行シリーズ始まりました。今回から精一杯楽しんでいただこうと思ってお届けする旅行シリーズの名前ズバリ小豆島編です。香川県の小豆島、そして高松中心に感動していただけるような旅行映像作品お届けしていこうと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、現在地は岐阜県大垣市の JR 大垣駅です。この記念すべき小豆島編第1話なんですが、まず青春18切符を使って姫路まで行きます。もうすでに米原に向かう普通列車が大垣駅の1番ホームに停車中です。この普通列車に乗って米原まで行って、米原から新快速で姫路まで一気に移動してしまいます。ここまでの経路に関しては紀伊半島編の第1話第2話を参考にしていただけたらと思います。なので姫路まではちょっとはしょり気味に映像をお見せします。で、今回山陽電鉄さんというローカル線使いますので、山陽電鉄さんでの移動と姫路港からフェリーで小豆島の福田港まで1時間40分ぐらいかかるんですけれども、その間の映像が主体になると思っていただければと思います。で、ここに時刻表を出してるんですけれども、現在の時刻が1時38分です。あと4分で米原行きの普通列車は出発してしまいます。というわけで、もたもたしてられません。早速乗り込みたいと思います。大垣駅出発から30分、米原駅やってきました。現在の時刻午後2時20分なんですけれども、9分後に網干行きの新快速やってきます。網干の手前に姫路があります。この新快速に乗った場合、姫路駅到着は午後5時59分の予定です。その列車に乗って姫路に向かいたいと思います。おかしいなと思って時刻表をもう一回洗い直してみたら、この後、午後2時50分に出発する姫路行きの方が新快速で、僕すっかりこの列車を普通列車であるにもかかわらず、新快速と勘違いしておりました。大変失礼いたしました。なので、改めて午後2時50分発の新快速、姫路行き乗りたいと思います。今映っている車両は、スルーします。運転士の方にもお尋ねしたところ、やはり時刻表を洗い直して正解でした。次の午後2時50分発の新快速、到着予定時刻は午後5時15分。圧倒的にそちらの方が早いので、その列車に乗って姫路に向かいたいと思います。来てしまったようです。新快速。午後2時50分発の新快速姫路行き、この車両です。まだ時間に余裕がたっぷりあるんで、席の方の余裕は十分にありますね。午後3時42分、京都駅着きました。
行きです。駅意外と早く行くことができて、この作品の冒頭でお話しした通り、今度は山陽電鉄さんの列車に乗って筑波駅、実際にはちょっと歩くんですけれども最寄りの駅だというので向かってみようと思います。ちなみに山陽電鉄さんでは青春18切符使いません。別途切符を買う必要があるとのことでした。姫路駅の北口出ました。今、山陽電鉄さんの駅舎に向かってます。どうやら、山陽百貨店というデパートありまして、その2階にあるらしいです。そんなに長くは乗りません。山陽姫路駅から鹿間駅、たった4駅です。片道140円で済みます。さあ、行きましょう。今日中に小豆島に上陸しなきゃいけないんで。ここですね。このまままっすぐ行ったら山陽電鉄さんの乗り場へ行きます。こちらが山陽百貨店の本館です。物の試しに駅員さんに聞いてみたら各種 IC カード使えるみたいです。僕の場合はパスもよく使うんですけども、パスも全然問題なかったです。ただ1000円単位のチャージだったんですけども、チャージしたんで早速改札に入れたいと思います。普通列車新海地行き、鹿間駅には止まるということなんで乗ります。午後5時55分山陽姫路駅出発です。山陽姫路駅出発からわずか 4,5 分足らずで鹿間駅に着いてしまいました。だって改札は一体どこになるんでしょうか。山陽電鉄さん、短い付き合いでしたけどもお世話になって、鹿間駅の改札も抜けて今から姫路港向かうんですが、はっきり言われました。徒歩で行くなんておすすめしないって。でも旅する着物男子バオシン
2023年3月10日に登録者数1000人になったばっかりです。いつまた900台に戻るかわからない状態です。収益化もできてません。そんな僕がタクシーなんてもってのほかです。19時半に姫路港を出発するフェリーに乗れればいいのでゆっくり歩きたいと思います。近間駅から姫路港までだいたい30分ぐらいだそうです。これから小豆島までお世話になるフェリー会社さんに連絡が取れました。19時半のフェリーにこれから乗るんですけれども、18時50分から乗船券の発売を始めるそうです。小豆島フェリーさんを利用するにあたって気をつけていただきたいことがあります。それは小豆島フェリーさん、小豆島スルー切符っていうフリー切符扱っていらっしゃるんですが、この切符、マイカーをお持ちの方が対象で、僕のように車を持っていない人向けのフリー切符は出してないらしいんです。なおかつ、事前予約も受け付けてないらしいので、気をつけていただきたいと思います。あれだと思いたいんだけどなぁ。山陽電鉄の近間駅歩き始めてから30分かかって、やっと姫路港の乗船券売り場来ました。早速チケットを買いに行こうと思います。小豆島フェリーさん。ありました、ありました。これが小豆島フェリーさんの券売所です。料金まで提示してあるというのは非常に良心的と思います。小豆島への渡航に関して必要な乗船料が大人一人1710円だそうです。乗船券購入できました。これから乗るフェリーは19時20分に乗船可能になるということなんです。どんなフェリーなのか見ていきたいと思います。これが今回お世話になるフェリーです。船員の方に教えていただいたんですけれども、ポケモンとのコラボレーションの関係で船内も船の外観もラッピング仕様になっているそうです。可愛らしいデコレーションが小豆島への旅を盛り上げてくれそうな期待感が湧いてきます。乗船の時間になりましたので、そろそろ飲み込みたいと思います。船員さんが言ってたポケモン仕様ってこういうことだったんですね。2階の客室、自動販売機も充実しています。選手の方に化粧室があって、男性用はこんな感じになっております。10分前まで清掃作業されていたので、きめ細やかな気遣いみたいなものを感じますね。ちょっと奥行きのある洋式トイレを含めると全部で3つあります。男性用の化粧室はこんな感じです。それから今回お世話になるフェリー第3オリーブ丸、脱出経路も含めてこんな風になってます。出港までまだ時間があります。展望デッキ見ていこうと思います。これはなかなかの良き眺め。編集が大変だけどね、今完全に長回ししてるから。しかもテーブルのデザインが全てポケモンボールになってるし、いやーこれすごいな。あちら側が小賀島とか伊江島とかの桟橋です。
よくよく考えたらこれ、ヤドンと香川県の名物うどんをかけてますね。小豆島の東側にある福田港に向かって第三オリーブ丸、たった今出港したところです。ゆっくり進んでます。夜なのでなかなか景色が見づらいと思うんですけれども、日が向いたら実際に動いている船の展望デッキから夜の瀬戸内の海をお見せしたいと思います。いよいよ小豆島が見えてきました。気がついてこれとてもいいなと思ったんですけど、こちらの2階の客室にあるこのモニターで航路と到着時刻分かるようになってるんです。しかも詳細な解説出してくれて、現在地がどこなのかがよく分かるようになっていて、小豆島フェリーさんすごく親切だなと感動しました。もうじき小豆島の福田港に到着するみたいです。予定時刻としては残り5分で港の桟橋に到着するらしいので、あっという間でした。道中特に大きなトラブルなく快適に過ごせてよかったなって思ってます。福田港の下船口はこっちみたいです。こちらから降りるみたいです。ヤドンがいい味出してるな。そろそろ下船の準備したいと思います。下船用のタラップ見えてきました。第三オリーブ丸さん本当にありがとうございました。というわけでここから真反対の西側にある都農省にある宿に向かいます。多分タクシーもういますね。移動します。到着しました。ビジネス民宿マルセさんです。今夜一晩このお宿でお世話になります。福田港から真反対側の都の商港近くにあるビジネス民宿マルセさん、やっと来ることができて、かかったタクシー代、びっくりですよ。レシートがある。じゃじゃん。9780円です。多分、宿代より高いかもしれない。という、ちょっとびっくりっていうか、しょうがないんですけどね。時間帯も時間帯だったし、降りた港の場所も場所だったんですけども、トータルで楽しんでいただけたら非常に嬉しく思います。どうだったでしょうか？今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ、この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。次回の小豆島編、第2話は、お待たせいたしました。小豆島、思う存分満喫して観光して回りたいと思っております。思いっきり観光名所をご紹介したいなと思ってますので、どうぞ楽しみにしててください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。